ックドミネーションレイドです。アビス、まあ、やっぱ自力で言ったら明らかグッドゲーミング、うん、SMG のその打ち合いの強さ、ランチズマのレイアウトのカバーの速さというのもあります。そうですね、やっぱそれよりやっぱ GG は SMG が強いんで、はい、アビスは SMG を潰す動きでやっていけばいいと思いますね。なるほど、それはやっぱりその後ろからのカバーリ、カバープラスあとグレですね。もう試合になっちゃってるんで、もう通じないですけど、投げ物ですね。ドミネーションはどこですかね。レイドですか。ドミネーションレイドです。どうきますかね。いや多分アバと同じ動きでいきますよ。ジジはあのうんこ周りに、はい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 、瓶のその周り固めてから。そうですね、あれは厳しいっすよ。ドミネになったら多分そこで暴れる未来が見えます、GG。なるほど。さあ、ドミネーション見ていきましょう。マップカウント2対0。グループ、勝てばキャプチャーディープチャージです。が、これ、勝たないと、左の枠に入ります。さあ、ドミネから挽回期待してるとコメント来ておりますが、どうでしょう、アビス。見ていきましょう。さあ、試合開始です。青がグッドゲーミング、赤がアビスとなっております。うん、先に外傷を取れるのは GG ですね。これシリスですよね。さあ外周入っています、フォックス選手。ファーストブラッド、ライアエルフィナ SR 持ってます。 XPR です。何使っとんじゃん。チープロさん冷静なツッコミ。音がもう、もう何だ、何だ、サプってとこがいやらしいっす。これ XPR がもともとあった BO2 っていう、 BO2 だとこんな音してないですけどね、 XPR は。もっと素直な音ですけど。エルフィナは素直じゃないんですね。多分 XPR が変わっちゃったんですよ。XPR が変わってんの、どうでしょう、エルフィナのせいで。さあ先に触れているのはジジです。取りました。さあここからアビスはどのように崩してくるか。まあ先ほどのレイドのドミネーション、アバロンとのジークのドミネーションを見切った限りだと、やっぱり B に行くよりも先に C に行った。もう SMG に入られちゃったら、そう、それしかないですね。返しますが A が詰められてますね。このバスキュア気になるのが一番強いですよね。ただアリーナ落ち着いて一人ずつ勝って、全員借りましたよ、一人で。借りました。あ、A 一人も持ちたい。エルフィナ、エルフィナさん一人で C 持ってますね。なんかいますよ。冷静な、なんかいますよ。さあ点数さ、徐々に徐々に開いていきます。でアリナ選手本当に何でしょう、落ち着いた SMG の立ち回り。そうですね、昨日はそこまで注目されてなかったんですけど、はい、決勝になるとめちゃめちゃ目立つようになりましたね。本当にサーボ、ハードポイントもサーチも目立ってます。大活躍。ここは GG が火力で押していきます。ライヤー、これで相方欲しいですね。いや、これでアビスは本当に A 側のリスポーンにグッと押されて、リスキルにはめられた形となっています。いや苦しいですね。見える、いやライヤー、それが見える、第3の目。そしてまたしてもそのジャングルに湧きます。走る走るライヤー、いやーライヤーもうすでに10キル、ライヤー10キル達成。後ろからライヤーが入ってきている。いライヤーが無双してる。さあこれライヤー止めたの、ラリアアリナ。いやこれでもまたこのこの時間は結構辛いですね、アビスとしては。いい、一歩も近づけさせてくれません。アリナ奮闘します。これは B 取れるんじゃないですか。ここでやっと来てくれます。後ろからダンチズマが来ているが B を取りました。さあそのダンチズマ止めれるか。うー、ダンチズマそのまま B エントリーしてきている。早い、 B 取った時間はわずか10秒足らず。ダンチズマ KN ですね。いやー強いこの人。あと250で V 取るっすよ。ドール出ちゃうのか。で出したらルール違反ですけどね。さあファンタスティックダブルキル。いやでもこれアビスバスケ側のリスポーン固められてますね。ダンチズマもしっかりそれに気づいて
ここを抑えられています。 C へは近づけさせない。ファンタスティックセンターからカバー入ってきました。ライヤーが逃げます。ここにいられるだけで前出れないですよね。 B には本当に近づかせてくれない。こっち側はライヤー押さえて、逆側は団地妻が押さえるという形で前半終了、40点差です。多分団地妻 V トレ出なかったって泣いてますよV トレまで行きたかったっていうあれですかね。いや、あと150だったんで残念ながら V トレでは到達せずとさあキル数見ると団地妻13キル、ライヤー15キル。やっぱ SMG ですね。この3人 SMG なんで強いですね。さあ先に B を B のままに押したのがアビスです。このまま B ダッシュまでつなげていきたいんですけど、アリーナはここ前線上がります。さあエルシナ XPR です。この辺でまだ5球ですよ XPR 多分怒られますよねXPR 使って5球でエルシナ。さあこのまま B 取れるかアビス。アリナは早くも AA と上がってきてる。これどうなんすかね。全然ないですかね。守れる気がします。取らないで他をやった方がいい。なるほど、ここは取るふりで、そうですね、取るふりで近づきさせて勝っていった方がいいですね。さあ2拠点取ってるのはアビスです。ここから挽回していきたいんですけども、ライヤーが前線を上げてきています。いやー、そこ多分ライヤーバレます。さあライヤー後ろから入ってきている。急にを仕留める。コロが挟み撃ちという形になりました。ライヤー、そうっす、SMG がギャラリー取ったらマジで強いし、これでもう完全に GG のムーブですね。値になりました。この白番の窓を使うのもいやらしいですよね、この G、うん、さあダンチズマダブルキル、ダンチズマトリプルキル。さあダンチズマオータ止めましたが、そのオータをコロがキルして前線上がらせません。まずこのライヤーの位置まで到達できないアビス。いや本当にこれは絶対に無理です。上がれないです。ほぼほぼめっちゃ人数かけないとギャラリーは通れないです。さあ A はこれは2人でうまく挟み撃ち取れた形になりました。こうなるとグッドゲームC に入ってきてるんです。ここに入りたいんですけども、アグリーはエルフィナがいる。さあ太田、これはちょっと B 近づけさせてくんないですね。なんか B は取れないですね。これはグッドゲーミングライヤーを中心にビームで固めています。いいフラグだ。さあ点数差が開いてきました。40点差。ここの位置ですよね。 B は無理っすね。やっぱり B 取られたら本当に返すの難しいんですよ。ここはやっぱりもうさっきから言ってた C、 よほど連携が良くないと B を取るの難しい。いやー、リスポン荒らされてるこの団地妻。まだその奥でリスポーンしているアビス、前に出ることができない。コロ、いやー強いっすね、うん、おお、これはもうアビスがはめられている前半と同じ状況になってしまっています。修正してこれるかどうかなんですけども、さあキュウリこれ C へと上がってきている。いやどうですか、出ましたがファンタスティック、うわー、コロナ来た。 A が止めています。太田が A を止めてるが、すぐさま C に取り返されてしまいました。これは C 守れたら熱かったっすね。50点差。これはもう3点取りしないと追いつけない点差です。苦しいですね。アビスリスポもバスケまで押されている形。エルフィナはエクスペル卒業しますね。本当ださあここで詰められてきてる。いやでもここでもうアビス側の時間をここで使っちゃってるっていうのが痛いですよね。いい時間稼ぎになってますね。こんなところで戦ってないで一刻も早く B か C にエントリーしていきたいんですけどなかなか近づけさせてくれません。グッドゲーミングの防衛、これはグッドゲーミングで試合してそうですね。マット対ゼロになりそうです。最後ピン取りましたね。アビス吹いたでしょうか。しかしライヤーフォックス一掃しました。
ここで試合終了、200-137、マップカウント3-0でグッドゲーミング決勝進出です。やはり SMG が暴れましたね。サーチャンデストロイの本当防衛は、防衛というかアビスの攻めは本当に面白かったんですけど、そこの後から SMG が息を吹き返しましたね。いや素晴らしかった今回の試合。準決勝第2試合はマップカウント3-0でグッドゲーミングが決勝へと駒を進めています。この後、10分間インターバル取りまして、22時15分からですね、22時15分頃から、決勝戦 GGL7 最後の試合になります。決勝戦をお届けしてまいります。はい、なんていうの、コメント欄で ABS 弱いとか言ってる人、この試合見てどれだけ ABS が強いか分かったでしょ。これだけ出てるってことは全部強いんですよ。そういうことです。ちょっと口悪くなるかもしれないけど、やっぱ出てる人とそういう評論家は違うんで。確かにこういうことです。アビスは決して弱いチームじゃないですね。これほどいいプレーできるんだから絶対弱いチームではないです。弱いチームだったらここまで上がってきて、上がってこないです。 DJL のベスト4まで上がってきてるって、もう日本でその4本の指に入るってことですか、ね、どれだけアンチがなんていうの、実力ないか分かりますよ。というわけで決勝戦、アバロン VS グッドゲーミングの対戦カードになりました。10分後のインターバルの後、試合をお送りします。ありがとうございました。またお会いしましょう。 See you next time。 セイキーさんおった。